ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。所沢駅の、グランエミオのね、2期目ができたということで、やってきてみました。はい、これね、中央口の改札の、コンコースですね。はい、鉄オタじゃない人はね、あの電車の待ち時間にはトコテラスっていうところにね、上がると、2階でね、休憩コーナーがあって、ここであのレッドアローなんか、あとラビューなんかを、待つことができます。はい、この左側の方が、新しくできた2期目の建物になってますね。じゃあちょっと行ってみたいと思います。はい、駅のね中の方を通って南口側に行きます。途中狭山そばっていうのがありましたね。はい、ここはね西武新宿線側のホームです。でなんか上りと下りにスマイルトレインが止まってました。なんかなかなか出発しないみたいですね。はい、ここのね、階段とエスカレーター、ここの上が南改札っていう風に書いてありますね。ここが新しくできたところですね。ちょうど手前側はね、昔の南口の、駅があったところなのかな。少しね、南寄りに、改札ができたっぽいですね。はい、はい、奥の方からね、西武池袋線のライオンズ電車がやってきました。全部ね、青色の電車ですね。スマイルトレインがそろそろ出発するみたいです。これをね見届けたら南改札に行ってみたいと思います。今日はね、子供と、所沢駅に行こうって言ったら、行きたくないって言われちゃって、ぼっちで、鉄オタをやってます。南改札側のコンコースです。はい、じゃあ屋外デッキの方に行ってみます。はい、西武池袋線の池袋行きの2000系が来ました。はい、今度はね西武池袋線の、飯能行きの2000系ですね。はい、今度はね西武池袋線の2万系の電車ですね。飯能方面に向かってます。昔はね、ここの右側の方に、
所沢の車両工場があったんですね。ちょうど右側ですね。今度はね、西武新宿線の、本川越行きのね、スマイルトレインが来ましたね。で、次はね、西武新宿行きのスマイルトレインが来ます。すれ違いますね。今度はね、西武池袋線の池袋行きの、2万系がね、来ました。西武新宿線の、ニューレッダーロー号が、西武新宿方面に走っていきます。はい、西武池袋線に2万系が池袋行きでやってきました。西武新宿線来ましたね。あとラビューが来ました。ラビューがね、飯能方面に走っていきます。特急電車はね、大人気ですね。はい、これがね、西武鉄道の本社ですね。面接したのを覚えてます。はい、で、所沢駅のね、周りをぐるっと一周してみたいと思います。はい、これがね、新しくなったね、所沢駅の東口の、はい、玄関ですね。すごいでかくなっちゃいましたね。もう面影がないぐらい変わってますね。
ということでね、以上です。ご視聴ありがとうございました。